細身でしたすごく。今の半分くらい。心配ですかやっぱり。心配です。よくこうボディビルっていうかやってる人たちは短命とか言うじゃないですか。だからいろいろねお薬あんまり体に良くないようなものをっていうのを聞いて、やっぱり主人が買ってくるそういう雑誌とか見てもなんか詳しいことはよくわからないけどあんまりいいものじゃないなって思うようなことはありますね。かつて山本は日本ボディービル連盟に所属していた。しかし4年前抜き打ちのドーピング検査で陽性となり出場停止処分を受けた。